どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆっこるです。今回なんですけども、妖怪ウォッチコラボの確定枠花子を使っていこうと思います。はい、バインドスキブ封印指10強2つ闇コンボ強化2つ超学生スキルブーストプラス持っているキャラです。10強2つ闇コンボ強化でパーティーの火力上げれて、かつスキビを回るんで悪くない性能していると思います。スキルはですね、1ターン落ち込んなしに釘ドロップが少し落ちやすくなり、回復力が半減ランダムドロップとなっております。はい、まあ、まず落ち込んなしはどうでもよくって、釘ドロップ目覚めに関してはまあそうですね、普通に釘ドロップって悪くはないので結構強いと思うんだよね。でしかもこれ1ターン釘が少し落ちやすくなるってことは、まあ実質的に2ターン釘ドロップ使えて、で釘ドロップって結構強いイメージ僕はあるので意外と良さそう。特に今回4次元で使うんですけど、敵の HP 強い場合とかはがっつり削れるから悪くなさそう。であと回復半減は実質的に回復力減少をね上書きできるので、これも強いとは思う。でドロリフがあるので、はい、盤面整理もできますと。結構ね悪くない性能してると思います。今日はまあ実際に花子さん使いながら性能見ていこうと思います。パーティーこんな感じです。はい、まずはブラックバード、チェーン4神キラーでアマージュ継承、そしてアルラティですね、10強に上限解放をつけてクルセイダー武器継承です。はい、で続きまして花子、スキルブーストプラス上限解放で浜ゆじろう武器継承です。はい、そしてガローですね、ガロー無効貫通に上限解放をつけてあげて幻面ペラー装備継承って感じになってます。で続きましてもう一体ガローですね、無効貫に上限解放をつけてあげて猪之助継承って感じになっております。はい、今回ガロー2枚編成ですね、中盤で猪之助武器打ってからはもう基本的にガローはループできる感じになります。はい、で続きましてブラックバード、チェーン4神キラーでラジオ継承って感じになってます。今日はこちらの編成を使って実際に4次元やっていこうと思います。はい、もう今回はノーカットでいくのかな、多分。よろしくお願いします。じゃあ実際にやっていきましょう。まずは1階層からですね、ユージロー武器打ってあげてスキルダメしていきます。はい、まあ、ひたすら1コンボ繰り返してあげてスキルダメしていきます。でブラックバード変身からのもう1回1コンボしてあげて、はい、でクルセイダー武器打ってあげて幻面ペラ打ってヘイストしていきます。はい、で1ターン闇の2セットで軽減張っていきます。はい、でこれであとはブラバ変身していきましょう。まあ、万が一ここで欠損してる場合、一応アルラティは打てます。はい、でここもブラックバード打っていきます。はい、ブラックバード打ってあげて、はい、でこのまま殴っていきましょう。こんな感じでコンボしていきます。でまず片側変身を終わらせてあげて、このまま突破していきます。まず片側変身で削りからのフレンド側ブラックバード打ってあげて突破していけば OK です。はい、ここもブラックバード打ってあげて闇列含みながらでいいかな、殴っていきます。こんな感じでこれで多分カレカレ倒しきれると思います。この遠征火力はかなり高いと思うので、はい、これでエンハンスなくても、そうですね、しっかり全完走して倒していきます。さあ続きまして2階層ですね、ここはまずアルラトゥ打ちます。アルラトゥ、アルラトゥ打ってあげて、かつまあ花子も打っちゃいましょうか、ここで。はい、まずアルラトゥ打ってあげて花子も打っちゃいます。もうダブルで打っちゃってからのブラックワード打っていきましょう。釘ドロップ来ましたね、釘ドロップ。さすがにこのタイミングの釘ドロップは何一つ強くないんですが、まあ、釘ドロップがね真の力を発揮するのはねボス戦とかなんでね。よいしょ、まあ、一旦ちょっと軽く見たいんで無効貫 3C 組んでみます。はい、無効貫 3C の火力こんな感じ。ガロ強すぎだよガロの火力化け物よね。で続きまして3階層、もう闇11あったら猪之助打っちゃってぶん殴っちゃって OK です。今回釘ドロップもあるのでこのまま殴っちゃいましょう。はい、ちなみにね闇11ない場合は普通に削ってから突破してあげれば大丈夫です。あくまで時短の話やね、こればっかりは。しょ、はい、こんな感じで闇ドロップこんな感じで533組める場合は光に対しても倍率乗るので倒せないってことはほぼありえません。なのでこんな感じで倒していきます。なおさら今回ちょっと釘ドロップもあったんでこれで倒していきましょう。さあ続きまして4階層ですね、ここは急所無効継続してますのでぶん殴っていきます。でちなみになんですけど、ここからガローも打てるので万が一欠損してる場合とかはガローを打ってあげて殴っていけば OK です。はい、
まあ、今回はね欠損しないんで大丈夫ですけど、万が一欠損時最悪ガロー2枚まで打てるんで安心ですね。まあそもそもガロー1枚残ってる時点で敵が花火とかしてきてない場合は欠損する可能性っていうのが、火と闇が盤面に2個以下、いや2個以下じゃなくて1個以下ですね。だから2個未満の時しか欠損しないんで、もうそんな盤面引いたら大パンしていいと思います。はい、てか引きません普通に。ここはまず3ターン1コンボしていきます。はい、であとはブラバ打って突破していきましょう。あ、ガロンも一応打っとこう。はい、これで消せない回復もしながら突破していきます。まあでもあの火と水だったらあんまり気にする必要はないですね、消せないドロップは。まあ、一応ちょっとあの木だったらめんどくさいかなね、まあ、一応使えますよぐらいの感じです。はい、でこれで倒していきましょう。まあ、ちなみに闇2セットだと意外と倒しきれないんで、あの闇3セットちゃんと組んでください。で6階層、こいつね初手突破してもいいんですけど、ちょっと1ターン待ちたい気持ちはあるんだよな。一応ルーレットの兼ね合いで1ターン待っておけると結構安心なんですよね。なので、まあ、とりあえず一発目全力コンボしてあげて、待てそうなら1ターン待ちましょう、盤面次第。さあどうだ、まあ1ターン待ちますか。OK、まあ、こんな感じで1ターンだけ待ってあげてこのまま倒していきます。はい、1ターン待ってあげてこれで倒します。一応こっちの方がねアストレア楽なんで、まあ、多分こっちでいいと思う、突破する際は。じゃあこの辺さ指アホみたいに長いんで、こんな感じで余裕のパズルで倒していきましょう。あ、でもちょっと回復不安だなこれ、大丈夫か。5万5000は多分ギリギリ耐えれるはず、多分ね、確かギリギリ耐えれたはず。うん、てか全然耐えれましたね。はい、でここルーレットはあるんで落ち着いてパズル組んでいきたいんですが、初手ブラックバード打つ前にガロー打っちゃいます。はい、であとはブラックバード打ってあげて殴っていきましょう。一発目は普通に耐久します。さすがにこの状況でルーレットパズル組むのも怖いので、 OK、まあ、こんな感じで闇2セット組んであげて、まずは1ターン耐久の11コンボ。はい、でここから倒していきます。って思ったら欠損するといやもうなんか日常的な欠損だな。まあ、次の階層でどっちみち欠損しないだろうという読みであらだって打っちゃいます。はい、まあ、一応次オロチが来た場合に2ターン連続欠損したらこれめんどくさいんですけど、まあ、なかなかないと思うんで倒していきます。まあ、一応1ターン待った方がいいんですけどめんどくさいんでこれで倒しちゃいます。まあ、ちなみにブラックワードとガローがあるので回復力自体はかなり安定すると思う。この遠征花子さんだけ無効感対応してないのかな、あとは軽く出してくれるから安心。さあ言ってたらオロチ来たんですが、まあ実際こんな感じで盤面大抵欠損しないと思うんで一発はなんとかなると思いますって思ったけど、待ておい回復が欠損しとるやんそれはめんどくさいんよな。じゃあまあ花子さん打っちゃいますか。だったらブラバ打つ前にあれしたかったわ。花子打ちます、ガロー2枚打ちします。残す必要もないんでね。であとはこのまま殴っていきましょう。回復消すのは予想外やった。闇ドロップ残しておかないとやばいので、はい、こんな感じで闇ドロップ残しながら1ターン耐久します。であとは次ブラバ打って倒していきましょう。はい、必ず闇ドロップを温存している状態で攻撃を受け切ります。はい、回復欠損危ないね。であとはこのまま倒していきましょう。まあ、3セット組めれば安心やな。ロック解除してロック解除して、まあいいや、
どうせアララッテルがあと2ターンなんで、アララッテルに任せよう。はい、12コンボ組んでこれで倒していきます。 OK。 で続きまして9階層、ここは先制ないので大丈夫です。ここはリダチェン誰が来るか、まあ、ガローだよね。ブラバ打ってあげて、ガロー打ってあげて、水消すない、ちょっとうざいんですけど。ちょっと頼むよ。闇作ってない。結構渋くない？は？ふざけんな。ふざけんな、マジで。闇作ってくれや。じゃあもう6解除します、代わりに。おふざけてんだろ、マジで。おマジでふざけてんだろ。これ耐えれないだろ、絶対。耐えれんのか？ふざけんな、マジで。耐えれねえだろ、絶対。危な、マジでふざけんな。でここはアルラって打ってあげて、盤面整理してからブラックバード殴っていきます。マジでふざけんな、危なすぎる。でも今のそっか、めちゃめちゃ盤面ロックされてたからか。なんでこんなグダグダになったんだ今。何がやばい。オロチか、あアルラっていうか、じゃあ世界遡ったわ。あのアルラティが原因か。なるほどね。はい、まあ、ここ一旦とりあえず殴りながら、ガロー溜まるの待ちやね。で、ガロー溜まったんで、このキーヨン怖え。絶対闇作れねえだろ。一応ね。一応。やるやん。倒します。やるやん。はい、これで93組んであげて突破していきましょう。13コンボナイス、盤面さすがに倒しきれると思う。 OK、 倒していきましょう。さあ続きまして10階層、ブリトラですね。ドラガロー打てば OK です。はい、これちなみにギリッギリ耐えれます、絶対に。どうしようかな。とりあえず、まあ、ブラバ打ってガロー打って回復作って、ただ回復のって結構渋いんで、1ターン待ちましょうか。ここはね、1ターン待ってあげて、次全力回復してから倒します。ここはこんな感じで1ターン待ち、はい、でブラバ打ってここ全力回復します。ガローも打っちゃっていいかな、残す必要もないんで。そして次ガロー片側溜まるんでね。この編成ガローループ編成なんで、ガローはそんなに意識しなくていい。どうせ溜まってるから、気づいたら。はい、でここは思いっきり回復入れて14コンボの15コンボ。さあこれで全力回復かつ全力コンボで殴っていきます。でこんぐらい削れればもう十分、あとは突破するだけ。ここもブラバからのガロー打ってあげて、ガロー強すぎんこれ。消せない完全無効、ここに置いて強すぎるだろ。この階層のガローの適性やばない。絶対負けんやん。はい、14項目組んでいきます。でこのまま倒していきましょう。これはガロー最強、さすがに多分誰も文句言えない、ガロー最強伝説始まった。で11階層で、こいつは初手アララって打ちます。アララって打ってあげてぶん殴っていきましょう。盤面いいから本当は打ちたくない気持ちもあるんだけど、さすがに打ちます。はい、でブラバ打っちゃいます。いい盤面、ほい、おもういいじゃん。ガロー打ちます。ガロー全然温存してもいいんですけど、こういう火力欲しい盤面ではもうガンガン打っていきましょう。で闇の5333ですね、これ230億飛ぶのでワンパン可能です。はい、だいたい250億くらいまでは飛ばせます。闇3333で5333なら確定飛ばせます。で続きましてメタトロン、ここもブラバ打ちましょう。ブラバ打ってあげて、ガロー打ってあげて、ちょ本当に強いなこいつら。ガローループめっちゃ強いやん。ちなみにガロー交換今日までなんで、まあ、もし2体欲しい人は全然取っても損はしないと思うんで、よいしょ、確保お願いします。サブとして最強なんだね、ブラバのサブで。はい、15コンボ組んでいきます。
さあこれでパズル教室。いやいやいや、これはちょっと見せれないですね。最近見せてないから見せれたくないな。ういオッケー、これでしっかりと盤面整理してからブラバ打ちます。はい、ナイスヘイスト。バインド状態でヘイストされてもあんま意味ねえんだけどな。ちなみにこの編成火力調整もめっちゃしやすいんで、エスカマリとかは火力調整してから突破する感じになります。あの画廊があるんでね、そう、闇の3号とかで全力コンボして削ってから突破するって感じだね。で13階層、ここはもうぶん殴るだけ。ルーレットだったかな。そうですね、スケルトはルーレットなんで、もう完全無視しながら殴っていきます。しっかりと回復も入れながらの闇の全力コンボもして14コンボで、闇4セット入れたかったけどな本当は。これで殴りで、こいつ半分じゃ確定行動なんで、あとはブラバ打って突破していきます。ブラバとガロウ打って闇生成からの突破。はい、こんな感じ。回復3セット入れつつの全力コンボで倒していきます。14コンボで。これ木の攻撃はアルラテだけなんで、ガローの力とブラックバナの附属性で倒しきれますと。で14階層、ここももちろんガロー打てれば OK です。ブラバ打ってあげてガロー打ちます。やばいやばい、ミスった。はい、しっかりと闇の全力コンボ含みながら、回復含みながら殴っていきます。こいつ火力高いしルーレットうざいんで、思いっきり殴っちゃってツーパン狙いたい気持ちはある。闇4セットツーパンですね。さあツーパンできるか。光生成なんで、まあ、よくはないんですけど、ガロー打っちゃいます。うん、どうだ、いけます。さあ闇4セットを2回組んであげての12コンボ。さあこれはさすがに倒せるでしょう。このまま倒していきます。さあ続きましてボス、ミルはねすぐ半分いっちゃうんだよな。だから闇2セットぐらいでちょうどよくね。闇2セットどうだ。2セットめっちゃ一緒、多分これで半分はいかないと思うんで、2セットぐらいで、あ、めっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい。でブラックバード打って全力コンボしていきます。さすがにねこの HP 倒しきるのは厳しいんで、ちょっと待って、やばい、パズルミスしてる。いやでもこれね5セット15コンボ組めてもね、さすがに倒しきれないと思うんだよね。結構ねこの HP300 個くらい残ってるんで、さすがに無理だと思う。嘘だろ強すぎる、ガロー2体強すぎる、最強や最強で、ボスはクルセイダー武器打ってあげれば OK です。ちょっと闇吸収なんで気をつけてください。クルセイダー武器打っちゃいます。はい、でブラバ、ソテは絶対削りきれないんで、まあ、回復でも残しつつ闇にセット組んでいきます。クリスタル武器の軽減あるので、水ミルは8ターンまで耐えれます。光ミルも殴っていくだけ、黄ミルも殴っていくだけ、半分時必ず軽減必要になります。おい、なんか溜まってんねんけどこれちょっと花子さん打ちないと動画的にまずいんで、ちょっとすいません、打たせていただきます。はい、3ターンチェーン別にいらないんで、なんなら完全に打つの忘れた。ただね結局花子さんもね欠損時に使えるのが強いんで、ガローとアルラっていうと花子さんがいるのでやばいっすよね。絶対に負けない。
はい、じゃあここも15コンボで殴っていきます。闇吸収絶対来んなよマジで。これ闇吸収来なかったらこの遠征超気持ちいいから。ナイス、もうぶん殴っていくだけです。これひたすらひたすらに火力で力で押してください。ダークを執行する。うわ渋い渋い、まあ、これはもう動画がいても無理やな。 OK、闇3セットで12コンボ。はい、もうこれで半分早すぎんって感じやけどね。で、ここもブラックバード打ってあげて、あ、やばい早すぎてアルラテ貯めてんの忘れた。あれ、お、負けちゃう。お、ダークロシック、あの気持ちよくなっちゃってアルラテを貯めるの忘れてました。はい、敗因気持ちよくなりすぎた。違う敗因ブラックバードは強すぎたおい、コンテアリーでやらす。はい、それで僕のミスです。え、どうしよう、取り直したいんですけど、この後友達と飲みに行くんですよなんかあのこれちょっとマジでみんなね、俺っていつもさ友達より YouTube 優先してるの知ってます？あの情報とか全部友達より YouTube 優先なんですね。でも昨日成人式で2年ぶりぐらい飲みに行くんですよ。そのことでそっち優先したいんですよね。でじゃあどうすればいいかっていうと、これみんなが協力してくれればよくって、このコメント欄にやっぱゆうこるさんクリアできんのすげえなみたいな、わかる、クリアした雰囲気のコメントをめっちゃ書いてほしい。でこのコメントってこれやらせって言われるかもしれないけど、あ別にみんながいっぱいやればやらせじゃないから、やらせが多数派になったらそれやらせじゃないの。少数派はやらせだけど、多数派がやらせになった場合それはやらせじゃなくて事実になるから。この国って過半数っていうシステムがあって、国会とかもね過半数とか3分の2以上の可決とかで決まってるのね。ってことは3分の2以上のコメント欄がゆうころさんクリアおめでとうございますって言ってる場合、残りの3分の1の方がやらせになるのね。だからこれってみんなの力次第ではやらせがやらせなくなるの。だからコメント欄にゆうころさんクリアおめでとうございます、花子強い、ガロー最強、ブラックバードが強いだけやんみたいなコメントをめっちゃ書いておいてほしい。あとブラックバードが強いだけやんは、俺が調整ミスったんじゃなくてブラックバードが強いだけやんっていう意味になるから、俺のプレイミスの取り返しにもなるんだから、2つの意味でコメントできるし、なんならそれはやらせじゃなくて正しいコメントだから、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。